必ず俺が裏切り者を地獄に叩き落とす。いるって言ってくれよ。こいつは引っかき回してるだけだ。邪気にもたれ、邪気にもたれ。諸君、君たちにはこれから命をかけたゲームをしてもらう。今回遊んでもらうのはワードウルフだ。3人にはカードが配られる。2枚は同じカード、1枚は仲間外れ。その仲間外れを当てるゲームだ。話題は勝負ごとに変えていく。3人で話し合って誰が仲間外れか、そうウルフなのかを当てたまえ。当てられなかったら分かっているな。さあ、始めよう。お題を見て。テーマは昆虫。では、3分間用意スタート。俺虫嫌いなんだよね、そもそも。でもこいつは俺虫嫌いなんですよ。虫に関しては語りたくもないね。いや、待ってくれ。そうすると話が進まなくなる。夢が詰まってる、こいつには。俺は君たちが怪しい。俺はな、虫について語りに来たんじゃない。君たちの中に裏切り者がいると来て。だからそれを探そうっていうことでこれをやってるんだ。わかるか。いや、もうわかる。俺にはわかる。それはこいつだ。じゃあお前はどんな虫が嫌いなのか言ってみろ。特に嫌いなのはどっちだ。どっちというのはどういうことだ。お前わかってるんだろ、これのルールを。仲間外れを探すんだ。お前を今炙り出してるために俺は質問してるんだ。いいだろう。俺はな、虫は嫌いなんだよ。変わってないよ。なんでだよ。なんで正直に言ってくれないんだ。掴まれたらそもそも痛そうだ。俺は思ってる。こいつはどちらかというと2番手だと思ってる。2番手というのはどういうか。そうだ、俺はどちらかというとこいつ2番手のイメージを持ってる。お前たちはどうだ。そもそも俺は掴まれたら痛いと思っている。掴まれる。お前のその言う2番手は掴まれたら痛いのか、痛くないのか。ははん、完全に理解したわ。掴まれたら痛い。お前は痛いのか。俺は痛い。虫は痛いだろう。掴まれたらギュッと。じゃあおい、こいつは今手足の話をしてる。その痛みは何番手なんだ。痛みが何番手。お前の痛みは何番手だ。俺の痛みは、そしてさっき今何と言った、どこを掴まれたら痛いですか。そうだ、指と言ったぞ。ギュッと。なんだギュッていうのは。ギュッ、何を使ってギュッとされるんだ。何を使って。足だろうがギュッとされるのは。言ってくれよ、早く先に。足だったら俺が思ってるのと違うじゃねえか。裏切り者はどうやら炙り出されたようだな。どうせだ、どうせだ。今のです。掴まれたらギュッと痛いだろう。こいつがやったに違いねえ。では行きますよ。いや、待ってくれ、待ってくれ。せーので指さしてください。ウルフは誰だ。せーの。あ、おおい、うん、お、一番票が多いのはお前。なんだだよお前。見苦しいと手を離せよ。お前切り物だ。では おかぐり翔、君の手札は。俺がもらったカードはクワガタ。では残りの2人、俺が召喚するカードクワガタだ。おおい、いけメタビー。カブトムシ炙り出されたようだな。さあね、この村から去れ。ではペレオニーポイントです。おい、入んないだぞ点数。俺たちね、待てよ、俺がそういう柄じゃないのは分かってるだろ。なんでだよ。では諸君、2回戦だ。カードを見たまえ。ははーん。テーマは日本昔話。ははーん。見えているか JP。 では3分間用意スタート。裏切り者は俺が炙り出す。行ってみろ貴様ら。
何のカードを引いたか。いいだろう、革新的な一言を今俺が言ってやる。教えてください。海、山、川。ははははは。海、山、川。俺がもう一つ言ってやる。早送り、闇送り、いいお国。なんだお前ら、そんなことでいいのかお前ら。違うだろ、まあ、もう今のね、もう味方を見たけどな。分かったのか。もう分かったよ。分かったのか。まだ、じゃあ代表的な言葉を言え。いいだろう、きびだんご。お腰につけたやつだろ。お腰につけたやつだよ。俺はよく食べるんだ。おいしいよな。おいしいよな。あとお供にいるだろ。犬と猿とキジとカメ。カメ、カメ、カメいるよな。いるって言ってくれよ。どうやらマヌケは見つかったようだな。なんでだよ。のムーブを覚えているか。先ほど同じようなことがあった。お前は俺を刺す。きっとそうだ。俺を信じろ。こいつわざと。お前が犯人だな。ってやつは、お前が犯人だな。何、どういうことだ。つまりだ、こいつは最初に海と言った。ああ。そしてお前は川と言った。君は山と言った。だがその川が真実とは限らない。つまり対面を予想して本当は俺たちじゃない。あ、人類だ。あー、お前が犯人だ。ねえ、なんて適当だ。いるだけだ。おいおい、こいつは引っかき回してるだけだ。正気に戻れ、邪気に戻れ。逆に君の海は真実か。ああ、俺は真実しか言ってないことをここに誓おう。真実の海なんだ。犬、猿、真実の海だとしたら君が狼だ。何を言ってる。お前はじゃあなんだ、お前は君だの、あなただの犯人だと言って一つも情報出してない。そうだ、お前は何も言っていない。ビアンゴを腰につけた日本刀を振りかざす男児だ。全部です。全部出した。なんだそ、全部出したんだから。あ、そうかそうか、お前ずるいやつだ。ではせーので指を刺そう。誰がウルフか。せーの。おかしいだろ。お前だ。おかしいだろ。バカめバカめバカめ。お前が犯人だ。お前いつもいいところ持って行きやがって。嘘をついているんだろ。全面予想して。ペレオ、君のカードはピーチメン。桃太郎、二人は俺が引いたカードは桃太郎。あったー、浦島太郎だ。なぜかウルフの勝ちだ。おかぐり賞に1ポイント。こんなゲームは認められない。最終ラウンドだ諸君。これで君たちの処刑が決まる。必ず俺が裏切り者を地獄に叩き落とす。ここから生きて帰ってやる。俺がいい、俺が。カードを見たまえ。テーマは攻撃。では3分間用意スタート。そうか、分かったぞ。なるほどな。お前だ。お前は。俺はそうだな。何やってんのよ。お前は。レギュラーク。はい。お前は、なんだそれは。ローキックか。なんだそれは。今のでわからんか。足技だろ。今のその、待て、もう一回やってみろ。わ、俺はとんでもないことに気づいてしまった。どういうことだ。今お前は何と言った。足技だろう。そうじゃない、その前、お前のアピールポイントだ。できたかだろ。俺は
あるこれまであるぞどんでん返しがあるぞさっきの拍手はなしだまだあるぞこれは分からねえなしとはどういうことだ一発目が滑ったいいかペルこれは敵が分かったようだなああいや待てそれがブラフということもあるぞいやお前がやってるいや彼の元気ですかというセリフに対しこのローキック分かる人には分かるだろう待てかつて俺はお前を説得した数十年前の説得した伝説の決闘を説得など必要ない元気ですかという単語は直接的すぎやしないか俺たちを説得するために元気ですかという単語は直接的すぎるそんなのがパッと出てくるというのは君の思ってることは違う間違ってる僕を信じろ君は違う君の思ってることは違うの悪いね絶対違うから仮面をしていて何も聞こえないんだ聞こえてたろさっき危ない騙されるところだってありがとう待て君のセリフありがとうアクション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 ウルフだと思う人間をせーので指さしてくださいせーのこいつだではオケグリションカードお前らの判断が間違ってたということを証明してやる俺のいただいたカードはこいつだピンタでは残りの2人お前が引いたカードはケンタかあーなんでだよパンチJB 一人勝ちウルフの勝利君はその元気ですかというワードを出してくれなかったら俺も負けていたかもしれない俺の一言のせいで済まないそうだよお前が俺に塩を送ってくれたんだありがとうくそー締めまで完璧じゃねえかー3人ともポイントは1ポイントずつそれだとどうなる今回は全員処刑なんでだよベレオ君、君の処刑方法はこれだ。カブトムシ。オガグリショーン君、君の処刑方法はこれだ。玉手箱。いただけるんですか。いただけるのはいただきますけど。いいですか。はい。じゃあまたよろしくお願いします。あもく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 。この世からさよならさよならさよなら。ジェビ君。君の処刑方法はこれだ。